病院がある地域の獣医師さんの方にはね、何にも一切説明なし、本当にね呆れますっていうか、もうね怒り心頭ですね。仙台赤十字病院の近くに住む横山正さん72歳は、基本合意の締結に憤りをあらわにします。八木山地区では県が5日前に住民を対象とした初めての説明会を開いたばかりでした。先週の日曜日に説明会を開いたばっかしなのに、今日基本合意って、もうびっくりもいいとこですよね。これって誠意の背の字もないじゃないですか。ないですね。民主主義もうかけらもないっていうふうに思うんですよ。私たちは一体ね、その県政に対してどのようにしてその自分たちの意思を届けるか、その手段すらもうないわけです。12年前に病気を患い、仙台赤十字病院がある八木山南地区に引っ越してきた横山さん、これからも移転反対を訴え続けると話します。地域住民としての意思というのはこれからも強く発信していかなきゃならないと思いますし、でないと悔いを残すことになる。一方、新病院の建設予定地がある名取市の市民は、名取市市民としては大変好ましく、まあそうなれば実現すればいいなと思ってますね。救急病院が遠いんですよね、はい、それが第一だと思うし、病気して長く入院するとこないんですよね、名取は。で結局は転々と転移させられるんですよね。だからそれが一つのところでね、だったらいいなと思ってます。期待はあまりしないね。だってそれだけの先生が来るか看護が来るかって問題でしょ。こう別々にこう2箇所3箇所くらいに分けて、それの方がいいと思いますけど、今のままでいいって状態だからやっぱ反対どっちかというとね、